みを感じろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。さっき言ったが、平和を生み出し正義をなさる。痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知れ。ここでわしが木の葉への復讐だと。お前もバカではない。痛みを感じろ。さっきも言ったがな、君とツーマンセルを組むことになった。まずは新システム成功ね。貴様たちはこれからの里を守っていく若き日の医師たちだ。あんたがこんなに早く家に帰るなんて。弥彦の痛みを忘れない。安全な場所だ。また里が戦場になっちまうな。父ちゃん！まだ起きないのかよ。俺の目的は駅に行ってみようぜ。そういうことか。
だがもう一度ゆっくり話をすれば。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。鬼ちゃん、お色と教えていただいています。夜叉神アイと言います。弥一先生にはヘッドドレー。お兄ちゃん、神樹を再生させることよ。手取り。人の子よ、しかと噛みしめて歩むがいい。我の存在を感じるか、人の子よ。貴様、大続きの力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。そして自覚せよ、神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。心せよ、その青き瞳はいずれ貴様から。おい、父ちゃん！マジで謝る気あったんだな。ああ、母ちゃんのこともほったらかしじゃねえか。父ちゃんの得意な術だろ。どうすんだよ。またあの印。
心に深い傷を負うことで解明。いいのいいの、若いんだから。なんだか知らないけど真面目に選びなさい。まだ起きないのかよ。まるでボルトじゃないみたいに。人の声。シャリンガンで近づいても私一人じゃ足止めできない。貴様大続きの力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。全てを奪い去る。私たちにも何かできることがあったら言って。母ちゃんのこともほったらかしじゃねえか。記号みたいなものが書かれているだけでとても内容は読み取れない。シャリンガンで近づいても私一人じゃ足止めできない。黒い金なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。そこで僕が呼ばれる。また痛い目に。何を持ってきた。おとり役はもちろん俺が行く。延々と続く地獄のような日々の中で、やめろ気持ち悪い。我らの使命はかぐやの仕事のやり直し、チッタチャクラの実を回収し神樹を再生させること。貴様の運命はよく見えるぞ。心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から。そうすか。でもなんだか調子狂ってるさ。一日中父ちゃんが家にいるなんてよ。え、あんたがこんなに早く家に帰るなんて。記号みたいなものが書かれているだけでとても内容は読み取れない。ああいいじゃん今回は。またあの家。無事で済むかどうか分かんないよ。最も古い家庭の一つであり、多くの優れた忍びを生み出してきた。その最大の特徴といえるのがシャリンガンである。開眼すると瞳に特徴的な文様が現れ、あらゆる体術。信用できっかよ。そうっすか。そんな甘い考えで俺たちだけで村を守れると思ってた。ずいぶんな賭けだ。はい、はい、一人で帰れんだろ。もう逃げたりはしねえよ。そうだね。私たちにも何かできることがあったら。終わった後気がついたら右手にあった。しばらく。ちょっと分かってるよ。捨てられるかよ。ちょうどこんな風になったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で。まだ起きないのかよ。そういうことか。記号みたいなものが書かれているだけで
黒い霧なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。終わった後、気がついたら右手にあって大つつきももしきってやつと戦って。よくわかんねえけど、あの黒いもや探す手間が省けたな。急所は外して浅くしてやる。これでお前は自分の位置では動けない。何かあんだな巨大。俺の答えを聞こう。延々と続く地獄のような日々の中でやるなら今だ。
何を探す手間が省けたな。ちょうどこんな風になったか。俺の両親もお前ら孤独の忍びに目の前に急所は外して浅くしてやる。これでお前は自分の意志では動けない。ここはよかった。意識はしっかりしてそうね。ここはこの歯病院よ。寝てないとダメよ。ユビナさんって人のところで応急処置を受けて。ずっと眠ってたのよ。おう。そんな甘い考えで俺たちだけで村を守れると思ってんの？やるだけやってみるがよ。なるほど。記号みたいなものが書かれているだけでとても内容は読み取れない。ずいぶんな賭けだな。それで夫婦って言える？まだ起きないのかよ。水の国から伝達書が届いた。黒い霧なんて珍しいからな。用意にして正解だったぜ。なるほど。しかし厄介な敵に目をつけられちまったな。あんた何者だ？俺を助けてくれた奴の手には水かきがあったんだよ。はい。血を吸おう。術パワーアップしようぜ。終わった後気がついたら右手にあった。マジで謝る気あったんだな。寄せろ。え？ちょっと待て。なんか気持ち悪いな。なんとか間に合った。あの野郎どこ行きやがったんだ。あいつ父ちゃん。とりあえず言っておくわ。
やろ、どこ行きやがったんだ。とりあえず言っておくわ。あんたは何してたの？どうしちゃったの？よし、じゃあ次の修行だ。悪い虫はつかなかったか。そういうところはきっと俺に似たんだ。傷口は自分で治せるな。うっ、シャリンガンに近づいても私一人じゃ足止めできない。ああ、いいじゃん、こんくらいは。そうだ、なきゃなって思ってたんだ。なるほど。分かってるよ。クリがあるのかもしれん。真面目に選びなさいよ。記号みたいなものが書かれているだけで、とても内容は読み取れない。
お前には関係のないことだ。気がついたら右手にあった。何の真似だ。こんくらいよ。あんたたちには任せられない。そうっすか。母ちゃんのこともほったらかしじゃねえか。よくわかんねえけど。ああ。気がついたら右手にあった。心配すんな。毒なんて入ってねえぞ。また里が戦場になっちまうな。嘘だろ。俺になんか用か。お前はここにいると聞いてな。傷口は自分で治せるな。何？どこへ連れてく気だ。ここにいたのか。兄ちゃんのこと落ち着ってんじゃねえぞ。あそこそ何の真似だ。黒い霧なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。四代目いつもほかげなのか。嘘だろ。必ず助ける。七代目を見捨てんのか。気がついたら右手にあった。構わねえよ。4代目なんて知らねえし。しかし厄介な敵に目をつけられちまったな。信用できっか。一日中父ちゃんが家にいるなんて。ちょっと待て。黒い霧なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。ここにいたのか。俺の父ちゃんだぞ。左手の黒い霧なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。すげえ。早くラベンダーパワーアップしようぜ。意識がねえぞ。だったらやってやんぜ。俺になんか用か。
をつけて。いつ？やるなら今だ。そのためにこうやって罠を仕掛けとこうって作戦なんだろ。ここにいたのか。ああ、村には近づけさせねえぜ。ちょっと待て。よくわかんねえけど、村には近づけさせねえぜ。黒い霧なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。気がついたら右手にあった。よし！あいつ、俺の名前まで。まだ起きないのかよ。あいつ、俺の名前まで捨てられるかよ。しっかりしろ。急所は外して浅くしてやる。特別留学生として。分かってるよ。捨てられるかよ。誰だ。浅くしてやる。これでお前は自分の意志では動けない。あんたならわかるんだろ。終わった後、気がついたら右手にあった。しっかりしろ。また忙しくなんの。あいつ、俺の名前まで。探す手間が省けたな。そのためにこうやって。よし！終わった後、気がついたら右手にあった。こいつ、千人モードで逆探知を。
着ないのかよ。よくわかんねえけど。なるほど。混乱している間に大将をぶっ倒しちまえば。あんたってさ、7代目より目が青いんだね。お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う？そうか、お前は仙人王。君とツーマンセルを組むことになった。おとり役はもちろん俺が行く。貴様たちは。これからの里を守っていく若き日の医師たち。そうすか。ちょうどこんな風にだったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに。やるなら今だ。なんでこんなことをする？と俺に問うな。貴様、大続きの力を強く受け継いでいるな。しっかりしろ。こうやって罠を仕掛けてこいって作戦なんだろ。忘れてた。まだ起きないのかよ。あいつ俺の名前まで入れて動かねえ。守り向きだしな。ちょっと待て。探す手間が省けたな。だがもう一度ゆっくり話をすればどうだろうな。また忙しくなるの？嘘だろ。父ちゃん！はあ？その辺にしとけ。俺の我慢だってそう長くは続かねえぞ。混乱している間に俺の父ちゃんだぞ。大将をぶっ倒しちまえば後の奴らはどうにかできるな。そうすか。ちょっと待て。すげえ。早く螺旋岩パワーアップしようぜ。
じゃん、こんくらいよ。ってやつと戦って。里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。ああ、村には近づけさせねえぜ。心配すんな。毒なんて入ってねえぞ。混乱している間に大将をぶっ倒しちまえば、後の奴らはどうにかできるな。捨てられるかよ。押す。あの現実はもう懲りてるよ。だがもう一度ゆっくり話をすればどうだろうな。この葉の忍びに俺の名前まで。岩兵衛の術は守り向きだしな。若いんだから。その憎しみの連鎖を止めるために暁を立ち上げた。やるなら今だ。自分の意志では動けない。お前はなんでこんなことをする。心配すんな。毒なんて入ってねえぞ。探す手間が省けたな。こいつ混乱している間に大将をぶっ倒しちまえば。終わった後気がついたら逃げてみよう。
黒い金なんて珍しいからな。用心して正解だったぜ。よくわかんねえけど。まだ起きないのかよ。